誕生日なんですよ。わあ、欲しいよ、めちゃくちゃ綺麗すぎない？はいはい、よし、今日は岡山でライブがあるので、ライブハウス近くのね、自然がとても綺麗なので、今日はその散策をしていきたいと思います。久しぶりに来たけど、ね、前回のことちょっと本当に来たのかな。桜がすごい綺麗、桜がすごい綺麗。なんだあそこのエリアは。ちなみに右手に行くと公園があるんですけど、そこはオタクたちが物販列に並んでいて、野生のペロリンを見たらびっくりして、私のこともっと好きになっちゃうから、今日はね、オタクたちに見つからないところで、あー、橋がめちゃくちゃ流れてる、川が、水がここ落とさないようにしなきゃ。怖い、ここ。ここのエリアめっちゃ綺麗だな。あの桜並木に行ってみました。幻想的なんだ。美少女が立ってそう。私は美少女だから似合うけど、ちょっと今日は服がラフすぎて、マジで青にゃに服を借りるしかない。じゃあ M14 のニャオジャパフルで見させてください。ちょっと待って、秋葉原ライフの時にさ、こっちチーム前通るからさ、ちょっと頭が混乱して、ごめん、こっちか、あー、うちらの後ろなんだよ。さっきしたら SKSD かな、アンコール5曲目商品化されてるならこれが好きな人もいるとか。おすすめだよ。これは面白い格好してる私がいますけど、これは岡山の限定。そう、岡山でしか食べれない。岡山に来なかったらもう一生食べれないし。これにしよう。うん、早いと思うよ。ちなみに私はおすすめするのに。なんか桜の鳥に行った時は面白いこと起きなかったの？
いたっていうくらい。ごめん、私あんま聞こえてないからコント一体どうしよう。何もわかんない慢性鼻炎。いや、裏の鼻炎。合ってるよ、合ってる合ってる。慢性鼻炎。慢性鼻炎。声とエモだけが失われていたのである。失われた。あさってお誕生日なんですよ。一曲目ピンクを振ってくれて桃畑かと思いました。本当にありがとう。今日はよろしくお願いします。いや、みんなの声やっぱ最高だね。いや、本当に噛み締めながらツアーやってるよね。なんか今までこの3年間ぐらいさ、やっぱみんなの声聞くの我慢してライブやってて、うん、ライブできるの嬉しかったけど、うん、やっぱり寂しかったんですよ。言わないヤギしるしね。そうだし、やっぱり不安だったけど、うん、ライブめっちゃ楽しい。まあね、今日でツアーが折り返しもうして、今日で6公演目なんですよね。そんな回ったか。そうだよ、そこは新潟静岡名古屋。やだ。いや、でもさ、終わりがあるっていうことはさ、始まりがあるってことじゃない。ラストスパートな時間だよ。編集点。編集点が止まらないけど。